エイラの部屋。おかえりなさい。私の部屋へようこそ、エイダです。始まりました、エイダの部屋。本日のゲストは中島よしきさんです。はい、緑川赤と役の中島よしきです。お願いします。大丈夫ですか？大丈夫です、もう絶好調です。本日は中島さんをお迎えして、はい、イギリス人アニメーションについての質問をさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。頑張ります。お願いします。それでは早速ですが、はい、イングレス G アニメーションについて、はい、どのような印象を持たれたかを、はい、漢字2文字でお答えください。漢字2文字はい、はい、漢字2文字ですね。んー、なんだろうな、イングレスの印象を漢字2文字で、なんだろう、4文字でもいいですよ。4文字でもいいんですか？うん、4文字で言うとやっぱりなんでしょうね、あの一石二鳥というか一石二鳥。いや、まあ、それはどういう意味でしょうか？なんか一個石投げるとどっちもゲットイエーイみたいな。あ、違うんですよ、あのあ、ちゃんとした真面目なところで言うとやっぱ壮大とかじゃないですかね。壮大、はい、あの荘厳の層に大きいで壮大、なんか物語がこうスケール大きくて、あの世界を救うとかっていう方向に行くから、なんかこう世界規模の話として壮大な物語だなという印象を持っております。あ、寝てますね。あ、人工知能も寝るんですね。スリープモードに入っていました。あ、スリープモード、うまいことを言いましたね。はい、なるほど。どにもかくにも、はい、こういった質問が続きますので。あ、こういった質問が続くんですか？どうぞ本日は覚悟していてください。はい、あのすでに台本とちょっと違うんですけど頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。それでは作品についての見どころをお伺いしたいのですが。見どころは、はい、たくさんありますね。作品の見どころを15秒以内でお答えください。15秒以内で、はい、お答えできなかった場合は中島さんの目の前にある PC が爆発します。それえ、あの結構人いますよ。いいす、大丈夫ですか？いいですか？頑張ります。はい、15秒。巻き込んでも構いません。あ、構いませんか？行きますよ。そっちのブースまで行っちゃいます。大丈夫ですか？構いません。構いませんね。はい、15秒で。はい、15秒、はい、スタート。やっぱりですね、あのイングレスはあのさっきも言いましたけど、物語壮大 でキャラクターも魅力的なんですけど、あの中でもやっぱりそのゲームとリンクして、現実世界とリンクして、あの話が進んでいくっていうのが、はい、何よりも魅力かなと思います。いい、よろしくお願いいたします。ギリギリ OK といたしました。やったー人間やればできるものですね。よかった、やればでね、全然伝わってない気がしますけどね。あのもっと時間欲しいですけど、せっかく見どころ伝えられるなら、はい、15秒にしては素晴らしい、素晴らしい回答です。ありがとうございます。ご褒めいただいて。本日は収録しなくてはいけないので、あ、なるほど、 PC を爆発させるのは後日といたします。あ、結局爆発はするんですね。はい、怖いな、怖い。続きまして、はい、中島さんが演じられる緑川誠という役についてお伺いしたいのですが、はい、はい、素敵なキャラです、はい、このキャラクターについては中島さんの趣味でもある料理に例えつつ魅力をお答えください。よくご存知ですね。好きです、料理、はい、なんですかね。え、料理に例えばいいんですね、誠、はい、ブロッコリーの塩茹で。ブロッコリーの塩茹で、はい、それはなぜですか？なんか僕一番最初にキャラクターの絵パッと見たときに、頭ブロッコリーみたいだなと思ったんですよ。ねえ、なんかそんな かっこいいなこれ。なんかもうちょっともっさりしてたんですよね。なんか鮮やかな緑なんで、どっちかというと茹でた方かなと思って。茹でた方、はい、茹でた方、茹でた方、あのやっぱお店に売られてるやつってちょっとまだね、あの湯にさっと通した方が鮮やかになるじゃないですか、緑って。はい、はい、だから塩茹で。塩をまくと良いということでしょうか？塩をまく、いや、そんなあのもう来るなみたいなことじゃなくてですね、あの、はい、味がついてた方が、あとマヨネーズかけるといいですよね。ありがとうございます。いえいえ、素晴らしい回答でした。ありがとうございます。次の質問です。あ、まだですか？中島さんは、はい、美少女フィギュアが割と好きと伺ったのですが。どっかで言ったか、そんなこと。はあ、割と好きと伺ったのですが、はいはいはい、もし今作のキャラクターの中で欲しい美少女フィギュアはありますか？サラしかいねえじゃん、だって。ちなみに私エイダも美少女に入ります。あ、エイダ、僕あのすみません、キャラ設定のイラストとか見たことないもんで分かんないんですけど、
この際ですからジャックとブラントも美少女に入れてもよいですよ。あ、本当ですか。え、いやちょっといらないですね。ひげ生えてし。いらない。ジャックだっていらないですね。サラがいいですね。ちなみにエイダはその人間に例えるとどういった見た目をされてるんですか。年齢で言うとロリ。次の質問に行きたいと思います。ずるいぞ。今回、はい、イングレスジアニメーションでは、はい、センシティブという能力、センシティブ、はい、緑川誠で言うならば触れたものの記憶を読む能力など、はいはい、多数の能力者が現れるのですが、はい、中島さんご自身はどのような能力をお持ちですか。あ、そうですね。なんだろう、能力ですか。その朝起きた時の寝起きの髪の毛の状態で今日雨降るかどうかなんとなくわかります。本当ですか。湿度ですね、要は。ちなみに今日みたいな、はい、あ、本日この収録をした日でございますが、はい、雨が降っていたのですけれども、はい、雨の日はどのような状態になるのでしょうか。スーパーサイヤ人みたいになります。スーパーサイヤ人。逆立ちます。金髪になるのですか。金髪にはならない。髪がヘアスタイルの話です。なるほど。はい、こう上向いてで一生懸命こう押さえつけるんですけどバンってなりますね。その能力は中島さんにとって素晴らしい能力ですか。できればストレートで生まれてきたかったです。ありがとうございます。次の質問に行きたい。まだあるんです。今作は元がゲーム作品なのですが、はい、そうですね、もちろん中島さんはプレイをされましたよね。あ、はい、させていただいてます。はい、このゲームイングレスをまだプレイされていない方に向けて簡単に分かりやすくかつプレイしたくなるような説明をよろしくお願いいたします。分かりました。そうですね、やっぱり街を歩いて見つけたモンスターをゲットできるっていうところですかね。見つけたモンスターをゲット、はい、こうするとポンってボールがポンってなってこうピューって戻ってくるんですよ。それはイングレスのようなポケモン GO でございませんか。あ、すみません、間違えちゃいました。間違えた。誠さんはそれで大丈夫ですか。多分大丈夫かどうかこの項目がカットされてるかどうかにかかってるかなと思う。ちなみにポケモン GO はお好きですか。あ、やってました。ポケモン GO をこうやり始めてそのイングレスっていうものを知りました、僕は逆に。なるほど。はい、そのような方もたくさんいらっしゃるでしょうね。そうですね、そのような方もいると思うんで、やっぱりその街を歩いて、自分の住んでる街がイングレスっていうアプリを通すと全く違う世界に見えるっていうのと、自分の周りにはこんなにたくさんのエージェントがいるんだなっていうところで、こう自分の生きてる現実じゃないところでゲームが繰り広げられているってい こう仮想現実的なところがやっぱりイングレスの魅力なのかなと思います。やっぱり素晴らしい回答です、ね、ありがとうございます。とてもポケモン GO から始まったとは思えない、解説をさせていただきました。本当ですね。イングレスの説明をポケモン GO でされると先輩エージェントにウルトラストライクされますよ。その辺はご容赦いただきつつ、はい、やっぱり、はい、入り口をね広くしていろんな方にイングレス楽しんでいただきたいですね。そうですね、はい、ちなみに先輩エージェントからいただいた模範回答がございますので あるんですね。こちら読み上げさせていただきます。お願いします。ツイッターネームおじゃもんさんから。ありがとうございます。イングレスというゲームは、はい、登山登ってラーメン食べたり、うん、ラフティングボート乗ったり、うんうん、競馬場でレースやってみたり、うんうん、路面電車を貸し切って走らせたり、うん、似たようなやつは大体友達。これが模範解答です。なるほど、いかがですか。なるほど、やっぱいろんなところに足を運びたくなるってことですね。そうですね。なるほど、はい、なんかそこで友情も育めるというかエージェント同士の絆みたいなのもプレイヤーの皆さんの中であるわけですね。なるほど、ありがとうございます。最後の質問です。中島さんは、はい、糖質ダイエットの魔術師と呼び声が高いそうですが、中島さんだからこそできるダイエットの秘訣などはございますか。とうとうイングレス関係なくなっちゃいましたね。そうですね、僕でも僕もその友人からこう糖質制限のダイエットをこう教えてもらったりとかしてたんですけど、
寝てますね寝てます。や、あの、やっぱ人工失礼、 AI にはダイエットが必要ないですもんね。そうですよね、スリープモードに入っておりました。なるほど、はあ、じゃあいいですね。大変失礼いたしました。いい、後ほど詳しく糖質ダイエットについて伺わせてください。絶対嘘じゃないですそれでは本作を楽しみにしてくださっている皆様へメッセージをカメラに向かってお願いいたします。はい、改めまして緑川誠役の中島由紀です。何度もお伝えしておりますが、イングレス、あの原作のゲームありますけども、オリジナルアニメーションとして本当に壮大な物語となっております。主人公の誠はそのセンシティブとして、サイコメトリーという特殊な力を持っていますけども、あのごくありふれた感性を持った青年が一体どのような成長をして、世界に挑んでいくのかというところをぜひ注目していただきつつ、ゲームとアニメが連動した企画も今後たくさん、催されそうなので、そちらも合わせて、楽しんでいただければと思います。イングレス G アニメーションよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲストは中島も嘘でしょ中島由紀さんでした。そうです。それではエイダの部屋でまたお会いいたしましょう。お会いしましょう。さようなら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 。はい、オッケーでーす。はい、ありがとうございます。お疲れ様でーす。そうですね。エイダとのインタビュー今日いかがでしたか。お茶目ですね。エイダってなんかやっぱ本編とかでこうゲームとかで見てる聞いてるエイダってこう情報を正確に伝えてくれるというか、っていう感じの存在だったので。あそこまでお茶目だとは思わなかったですね。楽しかったですね。直接会話したんですね。そうですね、エイダと直接、まあ、あの作中では誠としてエイダと会話することもまあありましたけど、僕がこうエイダにと会話してるっていうのはなんかこう不思議な感じがしましたね。そういうエイダなんですけど、はい、今回なんか実際インタビュー受けてみて、うん、もっとなんかこうした方がいいなとかありましたか。あ、まあでもやっぱりエイダってその世界的に見てもすごい優秀な人工知能なので、あのせっかくこうやってこう僕がインタビュー受けさせていただいたりとかっていう機会があるんだったら、今流行りの VTuber みたいなのがエイダでできたらなんかすごいイングレスももっと幅が広がるのかなって思いますね。はい、VTuber っすよね。 VTuber やっぱすごい流行ってるんで、僕もあのまあそんな詳しくないですけど何度か見たことあるんで。僕もちょっとよくわかんないですけど。あ、わかんないですか VTuber。 なんすか VTuber。 僕もよくわかんないですねなんかその辺はあのうまい感じにやっといていただいて、あのキズナさんとかね、あれね、イングレス、世界が危機にさらされています。今すぐログインしてください。